してくれると思うんだ。みんないいかな、みんな呼んでくれますか。よし行くぞ、みんなでね、男の子も女の子もお父さんもお母さんもおじいちゃんもおばあちゃんも大きな声でジェットマンを呼びます。せーの、もう一度せーの。さあジェットマン来るかな、来たジェットマン。あららら、本物だよ。おいおい、変身前の本物が来ちゃったよ、すごいな。ねえ、本物ジェットマンだぞ、驚いちゃったね。さあせっかくね、5人の選手揃ってくれました。1人ずつ自己紹介してもらいたいと思います。まずはリーダーお願いします。遠藤龍です、よろしく。かっこいい、拍手拍手拍手。かっこいいね、さすがリーダー。じゃあお兄さんに近い方からお願いいたします。大石ライダーです、よろしく。やったー、もう他人のような気がしませんけどね。友達なんで。お友達なんです。はい、じゃあ次の可愛いお姉ちゃん。どうも。かわいいですね。さあそしてまたもう一人かわいいお姉ちゃんがいます。6名間かおりと申します。申し忘れだった、困っちゃいます ね。そしてもう一人一番向こうにかっこいいお兄さんいますね。はい、よろしくお願いします。冗談じゃねえか、えお前そういうことないんじゃないか。なんだこの野郎。え、決まりました、いつものです。緊急指令、緊急指令。この新宿 NS ビル内に不審な者が侵入した。ジェットマンは直ちに警備に当たれ。了解。え、不審な者があったらお兄さん大丈夫ですか。みんな、行くぞ。じゃあジェットマンよろしくお願いします。ねえ、この NS ビルに不審な者が侵入したなんて大丈夫かな。ね、でも今はね、あのジェットマンが警備についてくれたからね、みんなはそのまま立ったりしないでね、大丈夫ですから、ジェットマンがいるから大丈夫。いざまずけ。え、なんだ。我らはあらゆるものの始まりと終わりを支配するもの。何？すなわち神、バイロムなり。え、バイロムだって怖いよ。私はバイラムのお釜、ひざまずきなさい。私の足元にあたいたちはバイラムによる人間の姿に改造され、ジェットマンを倒しに来たの。この NS ビルを秘密基地としてジェットマンを倒すのよ。いいわね。あたいたちは人間の姿、やつらはきっと油断するわ。その隙をついて一気に倒すのよ、いいわね。かかりなさい。あ、わかった。え、あら、そうはさせませんわよ。たっぷり投げつけてあげるからね。おしゃくな小娘が、おい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 。
ホワイトスマリー、あんたはなんだっけ。ブルースワロー。あたいたちに逆らうとこうなるのよ、わかった。特別室に連れペを行き。待て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 、おい待てよ、おい、あんな可愛い子何すんだよお前よ。何なのよ、何なのよ、あんたはそういうお前こそ、なんだ、男だか女だか分かんない格好してよ。悔しい。何すんだよお前は。ああ、ちょっとそこダメ、もらったわ、ダメそこ。痛めつけなさいこの司会者。残るはあと3人、我々の勝利は時間の問題だ。その前にやはりあの2人始末した方がいいかしら。そうよね、そうよね、そうよね。いやいや、あの2人を連れ出しなさい。いい加減にしろバラム。あら、残りの3人アゴと香りは助けたぞ。お前たちの好きにさせるもんか、このオカマ野郎。オカマ野郎ですね、かかりなさい。どすこい。うちだ。どんな問題。手立てはないかしら。いや、そうだわ、それだそれだ、次元獣がいたじゃないの。いえねえ、そうです、次元獣を再生復活すればいいわ。ねえ、私再生復活に行ってくる、あとはお願いね。いや、バイバイ。やっと行ったぜ、あの変なボスが。あの場合、ボスの考えなどのろくなことにならんから、俺たちだけで片付けよう。よし、何かいい手立ては。そうだ、新しい戦闘員をこの会場のちびっ子の中から。そうだな、賢そうな子を育てよう。よし、4人ほど連れてこい、行ってこい。いや、いいか、賢そうでかっこよさそうな可愛い子を連れてこいよ。自分から手を挙げる子は連れてくるな、うるさいからな。あと泣く子もよせよ、親がごたごた言うからな。いや、3人、はい、こっちいらっしゃい。あと1人いるかな、ちょっとここで待っててね。はい、こちら並んで待っててね。はい、僕こちらおいで。はい、いいよそこで、はい、待っててね。はい、どうもいらっしゃい。おお、まあまあの線だな。よし、では挨拶から行ってみよう。いいですか、気をつけ、気をつけ、休め、休めだよ、気をつけ、気をつけ、休め、気をつけ、休むな、休むなよ。で、拍手お願いします。
それではね、自己紹介の方行きたいと思います。まずはお名前からお願いします。石黒ゆきゆきちゃんですか、おいくつですか。11歳。言ってる意味が分かるな、うん、よし、優勝者にはこれからバイラムとして我々と一緒に生活をせねばならん。分かるか。今日は誰と来たと言った。お母さん。お母さんか。お母さんか。僕にはそれ説明してなかったよ。説明してなかった。当たり前だ、こんなこと最初から説明してれば誰も来ん。いいか、君たちは今日から我々と一緒に生活をするのだ。ここでお父さんとお母さんとさよならをしてもらう。良いな。私の言うことに習って一緒に行ってくれ。お父さん、お母さん、続けて。お父さん、お母さん、はっきりと。お父さん、お母さん、わかんない。お父さんとお母さんがわかんないのか。こんな出来の良くない子供はいらん。返せ。どうもありがとうございました。せっかく我々だけで処理をしようと思ったが、ここには頭の良さそうな子供はいないようだったな。お待たせ。対象が戻ってきた。ボス、どう、こっちの様子は。失敗でした。そう、私の方はバッチリよ。次元獣、次元獣出てらっしゃい。次元獣寄せ集め。次元だ、俺のことだ。寄せ集め次元。待ってたわよ。お前の力見せておやり。めへオレ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 。よしよしよし、わかったわ、わかったわよ。総攻撃よ。いいわね。かかりなさい。あら、5人揃ったわね。
ぜ。はい、出て、やったー、拍手。やった、あれ、イエロー、あれ、あれ、あれ、男の子、あ、一緒、あ、お友達、そんなことする場合じゃないんだ、早く追っかけてよ。いやー、かっこよかったね、超人戦隊ジェットマン。ねえ、みんな、かっこよかったな、かっこよかったなーって人、はーい。そうだね、とってもかっこよかったね。だけどね、みんな、今ジェットマンはね、ここからね、トーなんて宙返りしたりね、まぐったり蹴ったりしてたけど、ジェットマンはね、選ばれた選手です。毎日厳しいトレーニングをしてるからね、ああいうかっこいい真似もできますけども、君たちは絶対に真似しちゃダメだよ、ね、えいやとジェットマンなんて高いところから飛び降りたりね、パパやママ殴ったり蹴ったりとかしたら絶対ダメですよ。分かったかな。お約束できるお友達を元気よく入って返事しよう。お約束できる人。はい、どうもありがとう。ジェットマンとのお約束だからね、必ず守ってくれよな。さあ、ところでさ、今大活躍してくれたジェットマン、みんなもう一度会いたい？会いたい人は、はい。よし、みんなで大きな声でもう一度ジェットマンって呼ぶぞ。せーの。OK、ジェットマン、はい、拍手。さあ、ジェットマンね、戦ってくれましたけれどもね、改めてご紹介したいと思います。リーダーの天童龍こと田中幸太郎さん、よろしくお願いします。そして結城大こと若松俊英さん、こんにちは。本当はいいお兄さんなんですよ、ひねくれてませんよ全然ね。そしてお兄さんの兄弟大石大太こと南瀬富久さん、どうもありがとうございました。はい、そして、6名間香織こと岸田理香さん、こんにちは。さ、そして早坂あこちゃんことね、はい、内田さゆりさんです。どうも。はーい、ねー、ジェットマンの皆さんはいつもね、テレビの中で頑張ってますけど、こういう風にみんなのちびっ子の前に現れるというのは、トランス皆さんとご一緒にすることはあるんですか？初めてです。初めて。あ、じゃあみんな今日ジェットマン5人揃って初めてのショー見られたんだね。今日の朝を見ると2回目でした。正確にどうもありがとうございました。ね、几帳面な性格なんです ね。さあ、その他にもですね、なんと今日はね、ジェットマンだけじゃないんだ、続々とこの NS ビルにね、駆けつけてくれたヒーローがいっぱいいるぞ。ね、まずはね、地球戦隊ファイブマンのね、ファイブブルー。はい、新田島圭君です。どうもこんにちは、お久しぶりです。ファイブブルーが来てくれました。そしてまだいるんだ、高速戦隊ターボレンジャーからは炎力と浜洋平、佐藤健太君、そして浅倉圭也君です。どうもこんにちは。はい、はい、あっさりしてますけどね、すごいな、夢の共演だな。すごいですね。ね、ターボレンジャーにファイブマンにジェットマンに、もうここ最近のスーパーヒーローがみんな揃っちゃいましたけどね。さあ、ね、ターボレンジャーの炎力のお兄さん、ね、あ、歯じゃないですよ、歯じゃ。最近は何やってらっしゃるんですか？せっかくですか、近況報告を教えてください。頑張ってます、とりあえず。頑張ってますね、はい、地球の平和のためにね。そうです、ね、さっき地下の方でもターボレンジャー出てましたけど。そうですね。やってたんですか？ちょっと。あ、そうですか、ちょっとだけね。そうですか。そしてファイブブルーの、はい、はい、頑張ってます。ね、星川健さん、はい、はい、星川健さんね。あ、え、新達也君となんと大石大太君がね、同じ事務所です。宇宙の話で。なかなか聞けない話ですからね。もうこの新宿 NS ビルならではのお話ですけれどもね。さあ、最後に天童龍さん、一言ちょっとね、締めていただきたいなと思うわけですが。じゃあこれからもテレビ見てください。なるほど。さあ、それでは皆さん、さようならと行きたいところですが、まだまだいるんです。やっぱこの方を呼ばないと我々のショーは始まらないということでね。さっきここでアクションをね、盾をつけてたらね、前にいたちびっ子があのおじさん邪魔とか言ってましたけども、我々はボスを呼びたいと思います。ティーブリー加藤さん、今日のこの超人戦隊ジェットマンのショーの、アクション監督で全ての演出構成をされました、飯森和夫さんです。どこへ行っちゃったんでしょう。あれ、どこへ行った。おーい、飯森さん、飯森さん。あ、じゃあみんなで大きな声で飯森さんって呼ぼう。せーの、飯森。
そんなことないでしょ。ね、あ、どうしたんでしょうか。あ、ジェットの前に乗った。さあ、この音が変わってきてきますよ。いきなり出てきてね、ジェットホークのポーズしますから、ここでちょっと。さあ、ニコルさん、あれ？カメラマンが多いんで勘弁してくれということですね。まあ、ちなみに今日はね、あの変身前の、ジェットマンの皆さん、そしてターボレンジャー、そしてファイブマンのお兄さんたちも来てくれたんだけど、ね、ちびっ子たちにはね、おなじみ薄いかもしれないけど、今日アクションを本当にやってくれたジェットマンの皆さん、テレビに出ている本物そのまま全員来ました。みんなテレビに出ている本物はこの NS ビルにやってきました。キーマさんです。え、あの結構本人シャイな人ですからねしたいですけどね、ヘッドホークのポーズやれってきっとやりますからね。ダメだダメだと言いながら、でもやると思うな、拍手でやるとやると思うな。じゃあ、天童龍さんの名乗りの声に合わせて、飯森さんが声を出す。はい、ポーズどうやんだっけとか言ってますけど、それです、それです、大丈夫だ。はい、いきます。ヘッドホーク。はい、そういうわけでね、明日はね、特急指令ソルブレインがこの会場にやってきてくれますけれどもね、また素晴らしいメンバーと、そしてゲストの皆さんでお送りしたいと思います。さあ、この後ね、ジェットマンのメンバーはサイン会の方をやっていただきますけれどもね、今度はまたみんなテレビの方で応援してくださいね。それではスーパーヒーローたちに盛大な拍手をお願いいたします。どうもありがとう、スーパーヒーロー。どうもありがとう、どうもありがとう、どうもありがとう。さあ、そしてね、先ほどお約束しました、はい、こちらのサイン色紙ですけれどもね、サイン会の方を行いますが、今度はね、ごめんなさい、ちょっと変則的に、はい、皆さん上を見てください。いると思うんですよ、ちょっと聞いてもらえるかな。この人が来てます。地球が悲鳴を上げて、風みたいに今出てくるよ。バトルフィーバーで、バトルフィーバー J っていうんですよ。バトルフィーバーからはバトルジャパンが来てます。バトルジャパン、日本という意味ですね。バトルジャパン、パワーが来てます。やっぱりね、このバトルフィーバーぐらいの方もう10年ぐらい前ですからね、ほとんど今日集まってくるのも今なかったかもしれないけどね。さあ、この人も来てます。これは誰だか分かるでしょう。すぐ分かんない、歌ってるじゃない。ベンチマン、ベンチマンっていきなりもうベンチマンって歌ってますよ。そう、ベンチマンね。ベンチマンからベンチレッドが来てます。ベンチレッド、みんなレッドばっかなんだけども、こういう具合どん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 来ますからね。この人も来てます。さあ、さあ、分かるかな。え、誰か分かる。サンパルカーね、今出てきますよ。ほら、サンパルカーですね。サンパルカーからはバルイーグル、イーグルが来てますね。どんどん行きます。この人も来てます。すいません、チームマルコちゃんは来てませんからね。大きな間違いしました。本当はこの人です。違うような気がする。バッサリだよ。はい、つまり俺たちの挑戦状を叩きつけてくるとはいい度胸。ほう、随分と強気だな、バイブレット。
おや、他の兄弟たちはどうした。さては兄弟喧嘩でもした、それとも兄弟思いのお前のことだ。兄弟たちの死なすわけにもいかん、たった一人で死にに来たのかな。たまえ、今度は一体何を企んでいるんだ。なに、前回の借りを返そうと思ってな。はい。この地球は本当に美しい星だ。美しすぎる。しかし美しいものは全て破壊せねばな。だがハイウェット、お前たちを倒さる限りそれもままならん。どうだ、ここで勝負をかけて戦おうではないか。望むところだ、シュマリー。悪が勝つか、正義が勝つか、二つに一つ、俺は負けん。かい、そう来なくちゃな。まずは準備運動だ。皆さん、かかりなさい。兄弟兵士、ちょうどいい。みんなここでまとめて地獄に送ってやろうではないか。よし、いいぜ、兄貴。オッケー。